放置台があったんで、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとこれ放置台なんですけど、雪山台ですね。ちょっと例が当たるパターンがありそうなんです。アームの向きを結構変わっちゃうから、結構そこの穴入れるの結構シビアですよね。これいけ、よし、入れ入れ、いいわ、惜しい今ちゃんと入ったら取れたな。あとはなんとか引っ張っていけないですかね。これいけ、引っ張れ引っ張れ、ちょっとまあ入れてもいいですし、ブンブンしてもいけそうだけど、まあとりあえず狙ってますか。これよし、これならいけ、入れ入れ、あやっぱちゃんとちょっともうここで入ればいけるかな。ちょっと結構ね、ブンブンしてもいいけど、よし入れ、よし来た、あーこれ落ちないかな、あー引っかかっちゃってる、ちょっと引っかかっちゃってるけど、落としちゃうか、一応ちょっと落としますこれで、よしよし、モモンガゲットです。ちょっとね、自力でなんとか今取れました。どうも、ハコトです。今回はベネックス川崎店さんに来てます。なんかいきなりちょっとあれですけどね、放置台があったんで、ちょっとやってみたいと思います。なんか斜め的に回したい形になってますよね。え、これなんで放置になっちゃったんだろう、回らなかったのかな、これ。怪しげっと、結構ね、ああいう斜めになったら奥回してみると結構お菓子軽く、こういうのはね軽いと思うんで、ちょっとねやってみるといいかもしれないですね。デプレイス、ちょっとね8の字設定ですね。これちょっとねどっち狙うかもあるんですけど、少し崩したいんですけどね。お、これはどうかな、ちょっと微妙な形に今崩れちゃったな。どうしようかな、今ここも取れそうですよね。取れそうなのといえば、どこも今取れそうなんですけど、ちょっと持ち上げる、あーちょっと今変な形になっちゃってるな。ちょっと右の方だけちょっとね持ち上げてやってみます。いけ、滑らせる、よし、ゲットオン。カントリーマンもゲットです。で今の滑らせる感じで、ね、いけました。補修制限がね、ちょっとね、これ1個なんですよね。もう1個ぐらい本当はね、狙いたい感じですけどね。とりあえずゲットです。ちょっとこれ放置台なんですけど、雪山台ですけどね、ちょっとこの形になって雪山台なんで、多分橋幅もある程度あると思うんですよね。これからも単純によくかけて倒していければいいような気がするんですけど、パワーが入んなかったですかね。あー、なるほど、かかりがちょっと悪いというか、ちょっと寄せが甘いとダメかもしれないですね。いや、ほんとギリギリ狙ってみてダメですかね。ほんと肘使う感じで、アームの
よし、決闘。ギリギリ行くとね、本当下までグイッと入るといけます。で、これです。で、ちょっとアルフォートですね。これちょっと BC するには厳しそうなのかな？ちょっと一旦奥に引けるか。一気にね、橋にはまれば良さそうなんですけど。どうだろう。ちょっと弾いた感じで。チャンピオンせないとダメですね。で、今度は一気にはめたい。で、斜めはめになったんで奥をね、回していければですけど、回ってくれるかな、これ。結構重さがね、ありますからね。回転してくれれば。ちょっと大きすぎたかな、これ。ああ、惜しい。もうちょいだった。でもまあ、左の今度奥かけて、通常の縦はめの状態ですけど。で、いければですけどね。ゲット。アルポートゲットですと、カプリコですね。これも奥に持っていってちょっと縦ハメで狙えればと思うんですけど、どうかな、これパワーがあればですけどね。あ、でも沈む。この場面なら次はどうやってプレイしますか？ 1、次は多分縦ハメを狙うか、あとはずり上げを狙うかっていう風になるとは思うんですけれども、ずり上げを選択すると失敗するパターンがあります。次の動画をご覧ください。こちらは大和店のプレイなんですけれども、いつもの通り奥の滑り止めのないバーを使ってずり上げをしようとしています。奥のディスプレイに引っかかって変な風になってしまうパターンがあるんですけれども、こういう経験はないでしょうか？そこでちょっと今回は別の方法を試していきたいと思います。まあ、通常の通り縦ハメを狙ってやるのも一つ手なんですけれども、少しずり上げにちょっと近いようなパターンで、爪を使って奥に送るっていうパターンをご紹介します。そうかな？ちょっと奥のね、ディスプレイが当たるパターンがありそうなんで、普通の縦ハメで一旦ちょっとやってみます。大体当たっちゃうんですよね、奥にいっぱいあると。普通に沈んでいきそうな雰囲気はね、今ありますね。ちょっとまた左アーム寄せてみて沈めばいいですけど、ちょっとずつ沈んでるかな、これ。ちょっとね、地味な感じになっちゃいますけど。少し行け。何も変わんないか。ちょっとハンドル浮いてきちゃいますね。どうしようかな。あんまり角度つけてずり上げだとちょっと危ないですね、これ。ちょっとこの状態で少し上げたい。ちょっと、ね、爪使って少し上げれてくれればいいですけど。
弾いて戻ってくるなこれ。ずるだけ引かないのか。ずずずよし、振り上げというか、爪で少し上げるような感じのがいいかもしれません。あんま強く上げる感じがですね、結構です。